明日にでも話が分かる大人を連れてきて、我が輩を取材するように。ずっとボケた顔してるけど。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。今日から朝の体操に、あの、ティラノサウルスが来ています。が来たよ、ティラノーンが。皆さん、食べられないように。怖い怖い怖い。ご注意願います。どう注意すればいいんですか、それは。でも、あれか、私をおとなしくなってくれたってことなんかな、あの、カンタムロボので。素晴らしい今日、うん、なんか知らんけど、ちゃんと揺れよる。ちゃんとなんかどうかわからんけど。これでもう参加してない、ジローさんが参加してないんか。でも、それぐらい、あの忍者の人もおらんわ。なるほどね。まあ、おらん人もおるんか。でも、その二人ぐらい？いただきます。いただきます。いただきます。ねえ、最近恐竜たちが時々くしゃみをしてるのが気になるのよね。あるある。あと、おかしな呼吸音。あれは多分花粉症だろうって学者さんが言ってたよ。恐竜にも花粉症が。花粉症？そう。彼らにとって花粉が多い今の日本はあまり体に良くないようだ。うふーん、じゃなくて、花粉でもないけど。花粉じゃなくて、どうすれば彼らを太古の昔に返すことができるのか、そろそろ真剣に考えないといけないな。まあ、戻し方は分かってないん、博士。そうね。確かに。てか、博士が呼び寄せたってことは知っとんかな、みんな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お、なんだ、どこへ行く？おう、博士。水曜の美味しい朝ごはんの後、外に出ると、また食堂の横で悪の博士が待っていた。何？どうした？また楽しい会話。まあ、用事というほどではないのだが、またお前の話を聞きたくなったのだ。あ、てかさ、自分が呼び寄せた恐竜がカンタムロボにやられたっていうのは、ちゃんと分かってるのか？やっぱりまたまた嘘くさい。何何？そして、しんのすけは博士から、思いがけない話を聞いた。お？いいか？よく聞きなさい。あのタイムマシーンには我が輩の意図とは別に、素晴らしいオプション機能がついてしまったようだ。たまたま。名付けて、妄想転送タイムマシーン。どうやら人の気持ちは思い出が作用して、タイムトラベルした先にパラレルワールドを作ってしまう。パラソル？パラレル。現代にやってきた恐竜たちは、我が輩が子供の頃読んでいた絵本に出てきたものばかり。そして、カスカベにいる子供のそっくりさんが、アッソーにもいるという事実。ほうほう。つまり我が輩やしんのすけの記憶が、なぜかこの世界に混入して、現実が理想的な方向に改変されているようだ。でもさ、カスカベ防衛隊のみんなにそっくりな子供たちは、作り出されたとかいうわけじゃないよね。タイムトラベルによって以前の世界に移動したのではなく、新しく枝分かれした世界に我々は生きている。ほら、子供だからわかんないぞ。同じく、あんまりわかりません。では、具体例を挙げてみよう。しんのすけが作り出した巨大カンタムロボおもちゃ。あれはそもそもタイムトラベルしてきたものなのだろうか。妄想や記憶が現実化しただけなのではないかな。まあ、そうやろうな。確かに、確かに。もしかすると、人間の思いの力って、偉大？しんのすけは新聞記者だったな。正確に事実を知って、正しく記事にする。そして我が輩が世界中にその名を知られるべき、マッドサイエンティストであることを、しっかり伝えてほしいのじゃ。明日にでも話が分かる大人を連れてきて、我が輩を取材するように。それはキャップとかってことか？よしこちゃんとか。去っていきました。さて、どうなることでしょう。ずっとボケた顔してるけど。この二人はちゃんと実在するんよね。カンタムロボは大活躍だったね。
カンタムロボは本当にびっくりしたわ。ティラノーもびっくりしたんじゃないかしら。それで反省しておとなしくなったんかな。恐竜のくしゃみって聞いたことある？すっごい音だからびっくりしちゃうよ。うん、絶対飛び跳ねそう。びっくりした。ちょっと待って。もういつもいつもさ、この虫を取ろうとしたらケツだけ星人になってしまうんやけど。一瞬。おお、もうなんかどこを向いても恐竜がいるな。ねえ、めちゃくちゃ。もう新しい虫や魚はいらっしゃらないかしら。こっちの方向まだ行ってないよね。特に何も。ここには魚がいるか？いるね。さあ、来い来い来い。おいでおいで。え、何？何もおらんかったけど。あ、そっか、こっち行ったら帰ってしまうんか。ちょ、待って、こっち行く。博士のところへ。おー、こんなところに。何？釣り中？よ。しんちゃん。魚釣りは楽しい。楽しいね。確かに楽しいね。よし。私もここで一緒にするわ。ちょっと横から取っていってしまうかもしれんけど、ごめんね。お？来いよ。なんかめっちゃ通り過ぎてない？あ、でもなんか他のがかかったっぽい。新しい！土壌やって、土壌。来い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 。あと2匹ぐらいかな。釣れるの。徐々に近づいてくる。これ他の人が釣りしよるのもさ、ちゃんと確認できたらいいのにね。お？お、また新しい。はてなはてなはてなの時と、ちゃんと名前が出る時って何の差があるんだ？え、ちょっといまいちよくわかってないんだけども。ゴミを捨ててはいけません。ゴミ以外もダメですよ、と書いてある。ゴミ以外。ゴミ以外って何だろうか。ちょっとよくわからないけども。あれ、悪の博士がおるのってこの辺じゃなかったっけ？あ、こっちか。ハートマークがおるわ。え、てかさ、歯医者だった場所もどこかわからんくない？ねえ、どの辺なんやろ。よう、悪の博士。一人でここにいたの？うん、そうだ。我が輩には仲間と騒いだり、無駄な時間を過ごしている暇はない。地球を征服すること。そして世界中の遊園地の年間パスポートを手に入れて遊ぶこと。そのためにまずはこの街を征服すること。それが私の目標だ。だから古代の伝承を習って、タイムマシンを作り、恐竜を呼んだのだ。我が輩は東京ファミリー王国にさえ行ったことがない。機会はあったのだが、風邪をひいていけなかったのだ。悲しい。東京ファミリー王国が何かは知らんけども。どういう感じ？私、お台場行ってみたいんよね。行ったことなくって。東京行ったことあるんやけどね、お台場ないんすよね。ほい。ほっ。お、これも新しい。どんどん新しいのゲットできるよ。大吉なんちゃらかんちゃらって書いてた。カレースナック持ってなかったんやっけな。持ってねえ。くそ。ちょっと、移動しようかと思ったのに。なんかさ、その看板とか、お、これは。今までさ、今までさ、ずーっと放置したまんまやったけど。やっ
ょ、待って待って待って、違うんですよ。かさ、あんだけまとめて水がやれるんならさ、まとめて収穫する方法も欲しいんやけど。ねえ、あれ、これはできてないの。人参しかできてないやん。マジかよ、おい。くっそ、他のものが何も取れねえ。ひたすら人参だけ掘り起こしていくわ。はい、オッケー。あれ、出られんかった、こっちからか。 P はパーキングです。ほ、なかなか捕まえられない。ふぅ、ベニシジミ。特に何も。あれ、戻ってきたじゃねえか。戻ってくんな、戻ってくんな。ここは花の川交差点。へえ。待ってくれ、ティラノーンが。潰されない私、大丈夫？とりあえず大丈夫っぽい。くそ、新聞社に行きたかったんだけども、私。ふふい。どうも。定期的に倒れる。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。すみませんね。さてさて。有明シラウは釣ったかい？海の名前が入っているけど、川を遡ってくる魚なんだ。珍しいから写真を撮るといいよ。写真じゃなくて、オラのカメラは絵が出るぞ。今みたいに働き手が大勢いるときは、店に活気があっていいな。これでもう少したくさんお客さんが来てくれると、本当にいいのだけど。まあ、そこはね、しょうがない。しょうがないって言っていいかわからんけど。背中のひまちゃん、時々自分も手伝ってるつもりなのよ。お、目がキラキラになったよ。ほらね。それが手伝ってるつもりなのかどうかは分からんけども、母親やけん気持ちが分かるんかな。まだあれよね、おるよね、新聞社。最初うちのキャップのくしゃみかと思ったもん。それくらい大きな音なんだ。それは小さいのでは。そんなことはないのかい。おいし、ちょっと、はぁ、たどり着けた。よかった。入ります。これは一応最初に記しといた方がいいんかしら？絵日記。朝の体操にティラノサウルスがやってきた。体操にやってきたのはティラノサウルス。朝ごはんは何食べる？肉食よね。何食べようやろ。花粉。恐竜がくしゃみをしてる。かわいい、マスクつけとる。恐竜がくしゃみをしてる。どうやら空気が良くないようだ。博士が作ったタイムマシンは現実のものも想像のものもどちらも出てくる便利な機械。博士が作ったタイムマシンは現実世界に記憶や想像が混じってしまう怖い機械。なんか思ったよりもいっぱい記事ができそうやけん。お、明日取材に行くこと。だいぶまた人増えるんじゃない？ブーちゃんは魚釣りが大好きだ。今日は何が釣れているのかな？ゴミとかも釣れそう。大吉のぼり。鯉のぼりに似た名前でも空を飛ぶことはできません。人参を収穫した。いかにもこれが人参という感じのかなり正しい人参だ。何正しいって。お、目標達成。畑の野菜を10回収穫したよ。頑張った。頑張った私。一個一個収穫するのほんとめんどくさいんよね、あれ。お。なあ、よしこくん。この記事はどう思う？2名の記事ですか？なかなかいいと思います。何？なんか会話始まったんやけど。それはよかった。ありがとう。あと、さっきはコーヒーをありがとう。ちょうどいい温度で、なかなか美味しかった。こちらこそ、喜んでもらえてやりがいがあります。嬉しいです。なんだ、すでにラブラブなんじゃないか。おー、これはしんちゃんが入る隙がないのでは。かな。ちょっとちょっと聞いてよ。今日はどんな記事ができた？見て見て。こんな感じです。なかなかの記事だ。素晴らしい。いい感じ。
よき。新之助記者の記事による新規契約数は388人。お、お小遣い170円をもらった。ありがとうございます。あとちょっと、もう行った？紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めて頑張ってくれたまえ。さあどうや。現実と架空を旅する博士のタイムマシン。今日の健康、恐竜もくしゃみ。今日の健康。雑学、ナイトキャップって知ってます？なるほどね、自分が語った雑学を記事にしたんですね。さあこれでどんな感じでしょう。ごめんね、今覗こうとしたやろ。このシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。よしこの思いはキャップに届いたが、それでもなぜかまだロッカーの影に身を潜めて、キャップの姿を目で追うけなげなよしこ。ふと背後に人の気配を感じて振り向くと、どうしよう。ほら、何も悪いことやってないぞ。なんかちょっと恋愛が進んできよる。新聞社の状況はこんな感じ。どうすかね。新聞が大躍進。売り上げがすっごい伸びてるよ。あと数人とかかな。ね、しんちゃん。ありがとう。おーっと、あと、また同じぐらいの数か。頑張ろう、頑張ろう。あとちょっとやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ここの二人の恋模様も気になるけれど、ちゃんとしんちゃんはデートできるのかしら。先にこの二人がくっつくとかいうこともあり得るのでは。